毛利氏の伊予出兵。毛利氏の伊予出兵は、1567年、A60 年から翌年にかけて行われた、秋国の戦国大名、毛利氏の伊予国への出兵である。当時の伊予国は、河野氏が中心として治めていたが、その力は、伊予国全体に及ぶわけではなかった。軍の西寺氏、北軍の宇都宮氏等の中小国人勢力が、し、 離合衆散を繰り返す状況であった。A6 の頃は、河野氏と西園寺氏の西園寺君広が手を結び、それに対抗する形で、宇都宮氏当主、宇都宮豊和名は、大須城を居城とし、土佐国西部を支配する土佐一条氏の一条金さが連携して、お互いに歯を競っていた。しかしこの勢力争いの構図の裏には、秋国、貧後国、須王国、長戸国、 岩見国、出雲国を支配する大大名となっていた毛利氏と文後国を中心に、武前国、筑前国、筑後国、肥後国へ勢力を拡大させていた大友氏の対立が大きく絡んでいた。当時の河野氏投氏は、河野道信で最初は、大友義明の娘を妻としていたが、後に毛利元成の娘婿であった、獅子戸高家の娘を妻としており、 元なりから見れば、孫娘、毛利氏は、河野氏と隕石関係にあり、また、瀬戸内海の支配権をめぐって、村上水軍とも協力関係にあった。なお、近年の説として、獅子戸高家の娘は最初は、小早川隆景の幼女として、村上水軍の長で、河野氏の真でもあった、村上道康に嫁ぎ、皇述のように道康が没した後に、 河野道信と再婚したとする説がある。また、河野道信は、永六5年、1563年頃には中部に倒れて療養中で、以後の河野氏家中は、し島道康や平岡房さら重臣によって運営されていた。一方、大友氏は、土佐一条氏とも隕石関係にあり、土佐一条氏を大友氏が支えていた。また、 文語国と伊予国は海峡を隔てているものの、文語水軍がその海域の支配権を握っており、輸送、通信が容易であった。1566年、A69 年、文語国の大友氏は、土佐一条氏と協力して、宇和軍の西恩寺氏を攻撃した。これ以降、土佐一条氏の南伊予進行が繰り返されることとなる。翌年の夏頃、北軍の宇都宮氏が、 河野氏に敵対する動きを見せ、軍内に不穏な空気が広がった。その宇都宮氏の騒乱を鎮圧すべく、河野氏家臣、村上道康、平岡ふ美が出陣した。1567年、A60 年の3月頃には、宇都宮氏の諸城を攻略し、4日には、大須北方の上蘇会城を奪取した。宇都宮氏の劣勢を知った一条金定は軍勢を北上させ、 宇都宮市の支援を行った。同年7月、一条軍は北上し、三軒盆地を越えて、上盆地の周辺にまで到達。河野軍は三軒盆地に侵入し、小競り合いが起きた。明け間合戦。9月21日、河野軍は、土佐国から大須へ向かう街道沿いの城二つを確保した。しかし、村上道康は、 秋国吉田軍山城の毛利氏に使者を送り、小早川軍の伊予七人と支援を要請した。毛利元成は過去に村上道康の支援を受けたことを感謝し、五福島の恩返しと称して支援を決定。小早川高景はこの要請を受け、10月18日に一門であった梨和市を対象として、ンゴ国衆200を兼することを決定した。村上道康はもはや、 河野軍だけでは、事態の収拾は、不可能と考え、このような援軍の要請に至ったのである。しかし、その道康は、陣中にいて、急病に倒れ、毛利が援軍を決定する前の10月2日、もしくは10月27日に、帰還した道後で死去した。村上道康の死去によって、毛利軍の伊予出兵は宙に浮いた形となったが、小早川高景はこの戦を放棄せず、 自身の戦いとして、伊予へ出兵することに決定した。しかし、伊予の情勢に、最も詳しいのみむねかつが、大友氏との戦いに備えて、九州へ出陣しており、すぐの帰還は、難しい状況にあった。11月3日の書状で、小早川高景は、のみむねかつにあてて、書状を出し、伊予国での一条氏との戦いは、我々の援軍がなければ立ち行かぬと述べている。 また高陰は、来島村上市の一族、村上義継とも、緊密に連絡を取り、軍事行動を展開すべく相談を重ねた。村上義継を案内役として、同年冬、伊予国へと出陣することとなった。1568年、A61 年の1月、土佐一条氏は、土佐、伊予国境の三島州、両山州らを引き込み、また対立していた西園寺市にも、 圧力をかけ従属させた。その軍勢を加えて、鳥坂峠の東、伊予国高島、県大須市、梅川地区、高島山に進出。河野軍は、土佐一条軍の拠点となっていた高島に攻撃を行ったものの撃退された。この頃には、小早川高影の指示によって、総国上の席の水軍州、因島村上水軍も伊予国への展開を始めていた。 それと、同時期に、九州より、最も、伊予の事情通である、飲み宗勝かつが高陰に合流し、一条軍との対決を、模索していた。一方、都在一条氏と対人していた、河野軍は、村上道康が死去したため、村上義継が主力となって、鳥坂峠に、神城、鳥坂城を築いた。 新航路を塞がれた形となった一条軍は2月4日に鳥坂城を攻撃、激戦が繰り広げられた。鳥坂城は落城の危機を迎えたものの、小詰めとして参陣した村上義継の奮戦もあり、戸佐一条軍を大いに打ち破った。しかし最終決着はつかず、鳥坂峠と高島を挟んでの睨み合いが続いた。そして2月中旬に毛利元成と、 小早川隆景が詳細について検討した。結果、小早川隆景の伊予国上陸が決定し、隆景の本拠地進興残城は慌ただしい雰囲気に包まれた。隆景は3月1日の都会を計画していたものの、吉田郡山の宍戸高江、福原佐田都らの到着が遅れたため、最終的に3月中旬から下旬に、毛利氏の軍勢が伊予国へ都会している。また、 それに先んじて、小早川高景が、伊予国へ上陸。また、攻撃を受けている宇都宮市側の大須城、八幡山城救援のため、一条金貞も、配下の土佐国人衆を率いて高島に進出。それに対して、小早川軍は、鳥坂城付近の防備を固め、一条軍の進出を、防いだ。しかし、小早川高景本人は、宇都宮軍、 一条軍の動向を見定めるため、鳥坂峠への着陣を延期せざるを得なくなっていた。毛利の援軍が続々と伊予国へ上陸するに及び、膠着状態にあった戦況は一気に動き出す。宇都宮市の居城であった大須周辺にも毛利軍が進出し、一条、宇都宮連合軍との戦闘に及んだ。一条、宇都宮連合軍は前線したものの敗北を喫し、毛利軍は、 周辺地域を着々と制圧していった。大須城については、この時に落城したと思われるが、その詳細は定かではない。同年4月頃には、大友氏が北九州へ進軍を開始、小早川高影、野見宗勝らは、そちらの対応にも追われることとなる。そのため、高影ら毛利軍主力は、土佐一条氏との最終決着がつかぬまま、 のみ宗勝の弟の裏元と信羅を残して、秋国に引き上げるに至った。そして、高影は6月頃に、大友氏との戦いのため、北九州へと進出している。その後元と一条氏は軍勢を、伊予国に出兵させたままで、毛利氏との退治を続けていた。宇都宮豊綱も、また、大須城に籠城して、河野氏と敵対していた。このような状況の中、8月に、 村上義継が下須会場を落とすなど、徐々に、戦況は、通り、河野川に有利に動き始めたようで、土佐一条氏に従属していた、長我壁元親は、村上義継に、先週祝いの書状を置く、いる。同年11月、のみ宗勝は兵を集めて再度伊予国へと出兵して、宇都宮討伐に乗り出した。その結果、宇都宮豊綱は降伏して、 大須城は会場となり、豊和は、毛利氏の捕虜となった。この毛利氏の伊予出兵は、戦日のように、土佐一条氏と河野氏の争いに、毛利氏が加担したというだけではなく、大友氏と毛利氏の争いでもあった。大友氏は、九州への侵攻を起としていた毛利氏の軍勢を、多少なりとも、伊予国に釘付けにし、支配定まらぬ北九州への侵攻を遅らせようとした、ことも、 大きな要因の一つであった。毛利氏は九州と四国の二方面作戦を余儀なくされるが、小早川氏にとっては伊予国に勢力を拡大する絶好の機会であり、また呉島村上水軍をはじめとする伊予国の海賊州をその支配下に置いた子は大きな成果であった。河野氏は伊予国内で独立して支配を確立することが不可能となり、毛利氏、 小早川氏に従属して、その力を頼りに、有国内の支配を続けられるのみの存在となり果てた。河野道信は、村上道康の未亡人、獅子戸孝家の娘で、毛利元成の外孫にあたると再婚して、禄十3年、1570年頃に病没し、その後継者として、村上道康の維持が擁立されて、河野氏最後の当主となる通直なったとする説がある。 この後、毛利氏、大友氏は、北九州の派遣を争い、立花山城の戦い、文字城の戦い、たたら浜の戦い等で激戦を繰り広げ、その争いは毛利元成の死去頃まで続くこととなる。土佐一条氏は、この毛利氏の伊予出兵において、大きな被害を受け、国力を大きく落とした。また参加であった、元が、独自の行動を開始し、 自立の動きを見せる。長祖壁元地下の勢力拡大の要因の一つとして、この毛利氏の出兵における、土佐一条氏の敗北が挙げられるのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。